ジャッジはハンガリーのゾルダン・エンイエディさん、日本の島川武史。戦前勝を休憩、世界アイムフライ級チャンピオン井上。第29チャンピオン、おこ29チャンピオン。まず相手とのロビー、井上サイドから見たポイント、そしてポイント、この試合どういうところになりますか。このアップ攻の対策としてポイントにするものなんですか。なので倒さなくてはいけないと話しているのが河野光平。河野光平、あっという間に2分経過。一瞬コール井上尚弥、その距離感を立ち上がり悪くないですね。すごい戦いになります。井上尚弥見えにくくなりますから。ああそうなんです。見えにくくなりますから。ああ、競り争いをしっかりと制する。上のパンチを、しかし今日はさあ、しかし見えた河野、追い詰めていくか。右を、左のボディ、左のボディ、これは効いている。井上が下がり、ここでダイヤンドシュー、ボディかけていこうという、その指示のリポートです。さあ今度ですね、ここに右、ただ河野が前に出た。いいだから出て下がればもうはね、危ないな。いやー、この際からこのボディーし、距離を詰めて、もっと強いインパクト望んでいる今回の。いやー、コーナーが出てきた。コンセプションに負け、やっぱり。いや、そしてジ出てますよね。この戦い方をし、今の戦い方は非常にいいと思う。まあ冷静に見てるんで。愚直なまでにパンチ込めた、そのパンチ。テキパー、河野光平。こちらはプロ4名古屋。いやー、左のフックからボディ。このアッパーと。を取っていけと。なるほど。そういう指示でした。はい。いやー、接近して、そして右山中選手もあるはずなんですが、いやー、覚悟決めで、今まで以上のパターンと、コーナー争い、今のラウンド、この子を続けていこうという声が飛んでいました。そのまま横になったままという状況です。そうですね、山中選手、はい、拍手を交わしました。選手、井上尚弥 WBO、はい、そうですね、山中選手、はい、そうですね、山中選手、はい、そうですね、山中選手、はい、